左サイドバックが全滅という話でして、はいはいはい、カモユグラス、どうもレオです。カモシ、どうも伊藤です。はい、今回ですね、先日行われましたアーサル VS バーンリーこちらの試合についてね、語っていこうかなと思うんですけれども、はい、アーサル4試合連続引き分けでございます。タクシーが見えるまたも勝てないアーサルということですね。こちらの記録なんですが、はい、まあ、アウェーが5試合連続引き分けだと、うん、で、この5試合連続引き分けというのは、はい、1948年以来アウェーで、アウェーでもう引き分けはもう歴史的快挙ですよ。どうなんですかね。ということでですね、まあ非常にテンションが下がる、試合だったわけなんですけれども、まあ、今回僕が話したいことはですね、はい、まあちょっと大まかに分けて2つあるんですけれども、はい、1つ目はちょっとゲンデル氏について触れたいかなと。間違いない、はい。で2つ目にマルティネッティとオバメアンとペペのこの起用とポジションの話、ここもすごい僕的には気になって、それとプラスアルファで左サイドバックが全滅したっていう話、はい、こちらのですね、まあ、2つプラスアルファについて語っていこうかなと思います。はい、それではいきましょう。プレちゃん、はい、ということでですね、はい、まあ、1つ目なんですけれども、まあ、ゲンドゥジについてちょっとすごい気になったんですけれども、まあ、今回スタメンが、ジャガとゲンドゥジ、まあ多分初かな、プレミアリーグだとスタメンになったのが、うん、ゲンドゥジがっていうところで、まあ、僕はすごい再三言ってるんですけれども、トレイラーがすごいキーマンで今のアーサル、うんうん、そのトレイラー変えた時にどうなるんだっていうところで不安があったんですけれども、しっかりこう不安が、反映されてしまったと。案の定、はい、ゲンドゥジに関してはすごい気になったのはポジショニング、ボール持ってない時のそのポジションが、ちょっと守備の時でも、そしてこういう時でも、ちょっとあんまり、こう、ハマってないのかな、っていうふうには。漂ってるね。うん。髪の毛が。髪の毛かい。それ今に始まったことじゃないよ。まあ、基本的に、ビルドアップするときに、まあ、ジャカトレーラーは、になって、まあ、ビルドアップがすごい改善して、というのも、こう、すごい顔出してくれて、うん、で顔出したときに、こう、テンポよく、前に、縦パスが入る。うん、っていうのがアルティさんになってからの変化だったんですけれども、まず第一に CB やらサイドアッカーをボール持った時に、うん、適切な位置でボールを受ける機会が少なかったんですよ、ゲンドゥジが。で、現になかなかゲンドゥジにまあボールが入らないというか、まあ、寄ってはいるんだけれども、そこに出したら結局詰められて、っていうところでビルドアップにならないっていうような、そもそものポジショニングが悪くて、展開することがボランチでなかなかなかったっていうのはすごい感じてて、まあ、仮にボールいいところで持ったとしても、ゲンドゥジってまあそれがいい時にいいこともあるんですけれども、基本的にボールを結構持つタイプなんですよ、うん、まあもう場合によっては一人ドリブルで持ち上がれるから、それによってこう活性化するってこともあるんですけれども、まあある程度のボランチの使い方としては割とテンポよく前に出した方が攻撃は活性化するのかなと思ってて、そういったところでゲンドゥジはちょっと遅れを取っているように感じましたね、個人的には。なんかね、テンポがどうしても見て渡ってから判断してるみたいなとこはね、ちょっとあるかなっていう、やっぱりそういったところの判断の悪さが今回、まあアーセナルがなかなか形作れなくて、攻める機会も少なかったんですけど、それの、まあ、原因の一つなのかなと僕は見てて思いました。はい、やっぱりファーストチョイスはジャカトレイラーなのかなっていうふうに。ゲンドゥジはもうちょいなんですよね。めちゃめちゃいいところもあるし、まあ年あの年にしてはね、ありえないほどのメンタルも持ってたり、ほんとどんどん一人で持っていく推進力もあるんですけれども、そこのボランチでアルツとアースってなってくると、役割がそれだとちょっとブレちゃうのかなっていうふうに思ってて、まずはビルドアップからやるっていうような当たり前のベーシックなことをしてから、プラスオプションでそういうことができるようになったらいいのかなと思うんですけれども、はい、なんかね、もうちょっとレンタル出してはいかがだろうかみたいなね、声も上がってきてしまう方なので、まあフラストレーションは溜まってますよね、アーセナルサポートの、まあ、ただね、まあそういうなんだレンタルっていうのもやっぱコマ的に出せる状況じゃないし、まあ、ローテーションだったら、まあ、ファーストチョイスのローテーションよりは限度値なんで、そこ出すことはできないんですけれども、もうちょいね、こうね、攻めてもうちょいテンポに貢献してくれたらなって。守備はこの際置いといてこれやばりの守備しろってなかなか難しいと思うので、せめてこう攻めの時の、まあ、判断の
遅さと、うんうんうん、ポジショニングの、もう悪さ、うん、っていうところをこれからもうちょい改善していってくれたら嬉しいなと私リョウは思います。次ですね、まあ、2つ目なんですけれども、これオバミヤンとマルティネリとペペのこちらの話なんですけれども、まずはオバミヤンとマルティネリの話からいくしようかなと、はい、今回ですね、まあ、オバミヤンが、左で、ね、マルティネリが右で出てて、まあ、マルティネリって良かった時ってすごいずっと左だったんですよ、うん、だから右に回した時に、おマジかっていうふうに思ったんですけど、うんまあ、オバミヤンが左の方が多分動きやすいからなのかなと思ってオバミヤン優先でやったんですけど、まあハマらなかった、これが、うん、で、ちょっと触れたいのはマルティネリの良さについてちょっと触れたいんですけど、マルティネリってウィングなんだけど、あのいわゆるこのドリブルでチャンス作るようなタイプじゃなくて、むしろこう中でこうゴールを決めれるような選手だと思うんですよ、うんうん、で今まで左ウィングで結果残した理由って、うん、あのいわゆるあの偽サイドバックの形でサカがすごい前めにポジショニングを取れて、うんうんうん、いわゆるウィング的な役割がサカが担ってくれたと、うん、でマルティネリが中に絞ってくれるからマルティネリのチャンスシーンが増えたってことで点が増えてたと思うんですけれども、うん、今回多分意図的なのかカウンターが多かったのかサイドバックがほぼ上がらなかったんですよね。上がらなかったのか上がれなかったのかはちょっとあれだけど、上がるシーンがあんまりなくて、うん、なってくるとやっぱマルティネリがサイドで打開しなきゃいけない、ドリブルで、うん、試合を作っていかなきゃいけないっていう状況になるんですけれども、うん、そういったことをするんだったら、まあ、そういったことをやるんだったら俺はペペの方がそっちでは全然部があると思うんですよ。なんであのこのサッカーするまあ別にね最初から狙ってたわけじゃなくて、まあ、純粋に相手のバーニーの出方を見て、うん、上げられないと判断したと思うんですけれども、まあ、結果的にこういうことになるんだったら俺はペペ右に出した方が絶対良かったかな、まあ、っていうのもやっぱサカがさ、うん、途中で怪我しちゃってでジャカが左サイドバックになったらさジャカはそういうことできないじゃん、うん、っていうようなこの怪我によるアクシデントっていうのはあったんですけど、だったらなおさらもっとペペの投入早くしても良かったのかなっていうふうに、いまいち交代がパッとしんかったよね、ミロックだのミケディアだの、うんうんうん、そこかなっていう感じだったね。まあ個人的にはうん、ペペ投入して、まあ、ラカゼットが不調だったら真ん中にマルティネリを行ってとかでも、そうっすね、真ん中のマルティネリか、うんまあ、オバミヤンを真ん中に置いて、うんうんまあね、選手のポジションで変更でちょっと形変えてみてはいかがだろうか。だそうですね、ちょっとやっぱ、ね、やっぱアーセナルサポーターはだいぶねこうドギマギ長いトンネルですね、長いトンネルですね、全くトンネル抜けないですよね。あらまあ今シーズンは正直、まあ、いろいろ試す期間だと思うんです。そうだね、うんまあ、来シーズンに向けてどれだけ準備ができるかってとこだね、はい、っていうところで、うん、2つ目がこのオバミヤン、マルティネリ、ペペのお話でした、うん、はい。でも最後にプラスアルファなんですけれども、左サイドバックが全滅という話でして、はいはいはい、まあ今試合でサカが途中でいなくなって、うんまあ、サカのこの怪我の具合っていうのは現段階ではね、撮影した段階ではちゃんとした情報は出てなくて、はい、まあこれで長期離脱になるっていうんだったらティアに殺しなったサカ、そうそうサカだって左サイドバックじゃないし別に、そうだしね、そうですもん怪我してるとそうっていう状況でもうやばいですよ、やばいね本当に。左サイドバックのお三方にはぜひとも早く戻っていただいて、はい、まあ良かった時のユナイテッドを倒したとか、そういった時のこう攻めも楽しいアーサルに戻ってきてくれたらいいなというふうに思いますね。はい、まあ、EL とかも始まってくるしね、まあ、そうですね、うん、いろいろ噛み切って始まってくるんで、このウィンターブレイクしっかり休んで、うん、でしっかりこうコンディション取り戻して、うん、これからどんどんそろそろトンネル抜けたいなというふうに思ってます。はい、はい、ということでですね、まあ、チャンネル登録、高評価、はい、もよろしくお願いします。はい、お願いします。 TikTok、Twitter の方もフォローぜひよろしくお願いします。お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バーイ。